まあ、寝癖もあったんですけど、うん、普通にうねりとか、うん、なんかやっぱりダメージとかで出てくる癖っていうのもあって、うん、夜のナイトルーティーンがすっごく大事っていうのに気づきました。こんにちは、渡辺です。今日はね、スペシャルゲストに来ていただいております。どうぞ。美咲です。髪も切って指も切っちゃいました。ダブル切りやね。はい、よろしくお願いします。めっちゃ久しぶりでね、前登場した時はロングヘアですよね、はい。まあ、切った理由とかあるの？いろいろあったんですけど、まあ、ちょっとさっぱりしたいなっていうのがあって。なるほどなるほど、はい、切っちゃいました。似合ってるかどうかっていうのは、まあ、皆さんコメントにいただければと思います。ありがとうございます、はい、優しめで。あ、優しめでということで、はい、でなんどうするんですか今日は、うん、私髪を切って、うん、自分で思ってた以上にすごい癖があったっていうことに気づきまして、いやでもね、よく美咲の部屋を見てる方は思うけど結構寝癖すごいやん、はい、あれ多分見てるからみんな分かってるかもしれないけど、はい、自分で気づいたってことやな、はい、なるほどなるほど。あれが、うん、まあ、寝癖もあったんですけど、うん、普通にうねりとか、うん、なんかやっぱりダメージとかで出てくる癖っていうのもあって、うん、それをこう朝にこう一生懸命直すっていうのがすっごい時間かかるし、うん、っていうので夜のナイトルーティーンがすっごく大事っていうのに気づきました。なるほどね、はい、じゃあ結構じゃあバッサリ切って、まあ、癖が結構私思って以上に出るよっていう方とかはやっぱナイトルーティーンやった方がええみたいな、はい、夜しっかりやってあげた方が朝の準備も短くなるし、朝鏡見た時に思うので。なるほどね。ちなみにもう最初ってこんな感じやったやつな、はい、結構ボンバーヘアみたいな感じになってるかなと。はい、これがもうほんと収まってる。今日何もしてない。今日何もしないです。朝起きてそのまま来ました。なのでね、これだけ収まります。ちょっとそのナイトルーティーンとやらを、はい、美咲流ナイトルーティーンとやらをこう皆さんにご紹介していきたいと思いますので、はい、朝はねもう短くしてスタイリング大変な方ぜひご参考にしてみてください。お願いします。はい、それでは動画を、はい、どうぞ。はい、ということでやっていきたいんですけど、まず夜お風呂に入った後に全体を8割くらい乾かした状態っていう風に今想定してやってます。で、この後に私はこのヒートブラシを使っていって、癖をちょっと伸ばしていくようにやっていきます。これはあくまでも私流なのでよかったらやってみてください。ではやっていきます。まず、だいたい上と下で半分くらいになるように分けて、上の部分はダッカールで留めておきます。見てください。こんなに私癖があります。では、早速ヒートブラシをやっていきたいと思います。まず、根元を浮かせるように下から溶かしていきます。そして今度は上から溶かしていくんですけど、その時に少しいろんな方向に向かって溶かしてあげると根元の癖が取れやすくなるので、いろいろ方向を変えながら溶かしてください。で、少し癖が強い部分とかがある方は引っ張りながらゆっくり熱を与えるように溶かしていきます。毛量が多い人は少しスライスを薄めにして溶かしていきます。こちら側も同じように少し引っ張りながらいろんな方向に向かって溶かします。こんな感じで癖が取れた状態になります。上の部分もやっていきます。
私の場合は結構ここからここの毛量が結構多いので、ここも表面と中間で分けてやっていきます。上の部分はナチュラルで染めておきます。ある程度中間の部分が伸びたら表面もやっていきます。表面の部分も同じようにやっていくんですけど、まず全部上から一回どちらかに一気に持ってきます。そのまま前に向かって溶かします。こうすると根元も立ち上がるし、さっきみたいにいろんな方向に向かって溶かしてるのと同じなので、結構一線一線やっていくよりも手軽な感じでちょっと時短になるので、こんな感じで私はやってます。で、今度は反対側に持ってきます。そして前に持ってきて、で、分け目で分けていきます。これだけでも割と根元と中間の方は癖が取れてくれるので、あとは毛先の部分を内に入れていきます。少し引っ張りながらテンションをかけた状態で中間から丸くイメージしながら内に入れていきます。中間から丸く入れていきます。その時に髪の毛結構厚くなってたりとかするので、やけどには気をつけてください。で、最後に少し後ろの方に溶かしてあげて、元の位置に戻すとこんな感じで収まります。反対側も同じように中間から毛先に向けて丸みを作っていきます。少しテンションをかけながら丸く丸く溶かしていきます。そして最後に少し後ろの方に溶かして、もう一度同じ位置に戻してあげます。こんな感じで少しだけやっぱりうねりは残っちゃうんですけど、このくらい綺麗に収まりました。はい、ということで、はい、ミサキズナイトルーティンですね、はい、ちょっと今日は紹介してもらいました。はい、私流です、本当にね。え、もうヒートブラシを使うなんか理由みたいなのあるの？アイロンも、うん、あと結構寝る前にしてもいいんですけど、うん、まあ、このブラシタイプの方がやっぱり目元の動きとかも結構つけれるし、うん、あとは、まあ、朝も結局アイロンでこうスタイリングしたりとかするので、うん、まあ、ダブルでちょっとダメージになるんじゃないかなという私の検証というか。なるほど、なるほどね。気持ち心なしかこっちの方がダメージ少ないからね、はい、確かにね。だから2回夜も朝もってなったら結構ね乾燥しまくるけど、ね、こっちだけやったらまだよしとしましょう、はい、みたいな感じのことでねでやってると思うんだよね。まあ、あとなんかさっき言った根元の立ち上がりもそうだし、根元の向き、ね、根元からしっかりと癖を取れるっていうことがあるよね、はい、そう、なるほどね。でもこれをやることによって朝が本当に楽、めちゃくちゃ楽ですよ。びっくりするくらい。私もやってみて、うん、まあ、何日続くか分かんないですけど、うん、今のところ
毎日ちゃんと続いてるしズボラなんですよね。なるほどなるほどね。だし、うん、まあ、朝起きて本当にすごい時短になるので、うん、もう朝だからもうアイロンペペってるの終わりで、毛先だけ、毛先ちょっとこう外跳ねにしたいので私は、うん、ちょっともう毛先を外に流してあげて、うん、でスタイリングつけるだけなので本当10分くらいで終わりますみたいですよね。はい、ということで、はい、今日はね、ミサキズナイトルーティーン、はい、紹介させてもらいました。はい、本当のルーティーンじゃないけどね、こうやってますよっていうあれね。そうです。はい、はい、ということで、よかったらね、あの朝起きて癖がすごい方だったりとか、はい、あんまりね、寝癖がひどい方、よかったら参考にしてみてください。ぜひ。でも、あの僕、寝癖の直し方みたいなのをやったんですけど、基本的にあの濡れてるままじゃ絶対ダメですからね。これでしっかりと乾かした上で寝るようにしてくださいね。しないともうパーになっちゃうからね。そうです。うん、今 100% 乾いた状態です。 100% みたいなので、はい、はい、よかったら参考にしてみてください。はい、はい、この動画がよかったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。